次は日本の心演歌をお楽しみいただきます。最初にお楽しみいただきます演歌は1978年に発売された著作。続いて和製ポップス史における重要な昭和の音楽家服部良一の代表作青い山脈。1986年5月29日に発売となった日本の歌姫美空ひばりの大ヒット曲愛燦燦の3曲です。今でもカラオケでよく歌われている日本の代表的な演歌3曲を吹奏楽のサウンドでごゆっくりお楽しみください。Thank you.
次にお聴きいただきます曲は TBS 系歌謡ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」の主題歌として大ヒットした星野源の「恋」です。ドラマの出演者が踊る抜群のノリの良さを持つ恋ダンスが話題となり爆発的人気を誇っています。今回はもちろんこの恋ダンスを当吹奏楽部員がノリよく踊ります。恋ダンスを知っている方はぜひ一緒に踊ってみてください。それでは恋をごゆっくりお楽しみください。最後の曲の紹介となってしまいました。最後にお送りいたします曲は明るく陽気な青森県ねぶた祭りのリズムをふんだんに取り入れ吹奏楽風にアレンジしたカッポレねぶたです。青森県で開催されておりますねぶた祭りに負けないくらい威勢よく演奏いたしますので皆様のご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは和と吹奏楽が調和したカッポレねぶたをごゆっくりお楽しみください。
本当にありがとうございます。アンコールといたしまして、私たちの大好きな曲「風になりたい」を演奏させていただきます。またこの後午後3時より第2部を開催させていただきます。第2部では前前前世やディアブライドなど第1部とは違ったプログラムでお楽しみいただけますので、ぜひ午後3時になりましたらお買い物の手を休めていただき、再びこの場所にお越しいただきますようよろしくお願い申し上げます。これからも聴いていただいている皆様の心に届く音楽を求め、部員一同一丸となり精一杯心を込めて楽器を奏でさせていただきますので、今後とも三重県立白子高等学校吹奏楽部をどうぞよろしくお願い申し上げます。それではアンコール曲「風になりたい」をごゆっくりお楽しみください。これで第1部のプログラムは